はい、それではまず社名とお名前からお願いします。ニスコロコスキーズのロスです。ロスさん、よろしくお願いします。そうしましたら、まず取り扱っているブランドについて教えていただけますか。はい、ニスコで作っているの新しいスキーブランド、本当にクッチャンの、こっち見ると、クッチャンの駅の中で工場を作りまして、本当にニスコで作ってるブランド でテストやってるブランドですので、多分十何年ぶり新しいスキー工場が日本でできてと思います。で、こだわりあるのはやっぱニスコと言ったらパウダーで、そういう楽しくパウダーを滑るのを板、ニスコの皆さんを作り上げた板です。で、こういうふうに板がいろんなデザインが入って、で、もう一つの断りがアーティストとコラボレーションで作ってる板で、だから自分で表紙のトップシートアートが選べるのをたくさんたくさんのアーティストの中のものからチョイスあります。とても和柄ですよね、これな。こっちはね、地元のアーティストを作った、よく見るとこれは洋亭さんと白壁の木、まあ、うちのエリアの独特の雰囲気の形式の。ありがとうございます。その中でもおすすめって何かありますか。まあ、自分で好きのはやっぱり今2つのもの、まだ始まったばかりのものですので、こういう思い切りファットで、で、僕これは本当のパウダー、バックカントリーで好き、すごく滑りが良くて、で、トゥインティップじゃないから、このフラットテールになってるから、こう多くのメーカーとその辺はちょっと違うで、で、ニスコの皆さんはこういうフラットテールの板の方が好き でちょっとカンバが入ってという板が、自分たちの地元のスキーたちが好きで、みんな滑ってみて楽しんでください。はい、ありがとうございます。そうしましたら、最後に今回この会場来られてない方向けにメッセージあればお願いします。はい、新しいブランドロコスキーズ、ニスコで作ってるブランドですので、楽しくみんな試乗会いろんなところでやってるので、一回ぜひでも乗ってみてください。はい、ありがとうございました。